どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓を使って勝率を上げるための3つのコツとなります。トライストリンガーは射程1角塗りと何かと強いと言われますが、勝率を上げていくのは難しい武器だと正直思っています。1試合で全てうまくいけば勝つことは可能ですが、1角を毎回決めるというのは無理のある話ですよね。そこで今回は自分が勝率を上げるために考えているコツを解説していきたいと思います。ここで注意ですが、勝率が上がるわけではなくて勝率を上げるための考えとなりますので、参考程度としてみてもらえると嬉しいところです。また今回の大まかな流れとしましては、トライストリンガーを使って実戦で大事にしていることをまとめていきます。今から使ってみたい人もいると思いますので、最後まで楽しんでもらえると思います。また動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。1つ目のコツは、基本ポジションを徹底的に意識するとなります。これはどんなに時間が経っても必須ですね。前衛と違って動きが少なくなりがちな後衛は、ポジションからの圧はとても重要となります。逆を言えば、圧のない後衛はいないのと一緒です。そこでなるべく圧をかけるポジションを取るために、前準備として意識したいのが基本ポジションの獲得というところになるわけです。基本ポジションとは、中央よりも自陣側の高台ですね。よく皆さんが初動でいるポジションのことです。このポジションはチームの生命線でもあるので、取られてはいけない場所と言えます。この場所を徹底的に守って動き展開すると安定しやすいというふうに感じます。この守ってから動くっていうのが非常に肝心で、近接が弱い弓にとっては詰めてくる敵を落とすっていうのは非常に大事な行動です。人数有利をつけれるチャンスなので、安全を確保してからの強固状を取りに行けば前線を上げる役割にもなるというところですね。かなりいい動きにつながると思います。で、負けてる試合の場合は、この前衛が連続で落ちてるっていうことも多いので、基本ポジションが危険なことが多いんですよね。特に矢倉とかイメージしてもらえると分かりやすいかなと思います。これを未然に防ぐのも、基本ポジションという考えがあるのかどうかで大きく変わる意識かと思います。基本ポジションを抑えてから次を展開、展開先の状況が悪ければ先に下がっておくなど、動きの順序を決めるのも非常に大事かと思います。そのきっかけ作りとなるコツとしては、基本ポジションを徹底する意識という感じですね。それではポジションへの考え方もまとめれましたので、次の話いきたいと思います。2つ目のコツは、スペシャルを後で使う意識です。スペシャルを使うではなく、後で使うというのが重要です。では何の後に使うのがいいのでしょうか。答えは相手のスペシャルの後です。スペシャルの後においては、後出しが有利なのは皆さんも知っていると思いますが、どれだけ重要かということですね。この後出しで使うメリットっていうのは、僕の中では2つあります。1つ目は、相手のスペシャル対策で使用できるという点です。かぶせて使うというよりかは、相手のスペシャルがなくなりそうな時に使用するのがベストというところですね。かぶせていると対処を早めにできますが、そのスペシャルだけにしか影響を与えれないので、他の敵への脅威にならないということが多くあります。それにスペを使っている相手は被弾している時もあるので、使ったのに思ったよりも効果が薄かった、またはメインで倒しきれたっていうことも多々あります。そういった意味では、後出しで様子見るというのが大事ですね。2つ目は、温存ができるという点です。温存と聞くと使用しないと思うかもしれませんが、まあ、その通りです。厳密には使用する必要がないという判断ができるかということです。相手のスペシャルは打開や押し込みで使用することが多いですが、中には溜まった瞬間など脅威でないスペシャルのタイミングがあります。これに合わせてスペシャルを消費していると無駄遣いになってしまい、いざという時に使えなくなります。これは縄張りをしているとよく見る光景なのですが、相手を押し込んでいる時にスペシャルをガンガン使う人がいます。抑え込まれている側が使う必要はもちろんありますが、こちらは押し込んでいるのでサブやメインで十分なんですよね。むしろスペを使い切って抜けてきた相手にこちらのスペシャルを叩き込んだ方が強く対処できます。温存が強いのはこのためですね。という感じで2つ紹介しましたが、
後で使うというのは適切な場所でスペシャルをしっかり使えているかが大事なわけです。後出しじゃんけんとは言いますが、知恵を絞っているのかが重要なんですよね。この練習をもししたいという方がいれば、縄張りなどスペシャルのタイミングを試してみるといいかと思います。回数よりも質を重視するのが重要です。ではスペシャルの話もできましたので、最後の3つ目のコツに行きたいと思います。3つ目のコツはルールを譲るです。公営としてルール関与は大事なことだと思いますが、負けが続いている場合やルール関与ですが多い場合は見直すべきポイントだと思います。というか、自分がするより譲った方がいいです。理由としては無駄なルール関与の可能性があるからです。まず確認したいのは、そのルール関与はしないといけないという脅迫観念の意識なのかどうかというところですね。公営というのは嫌でも周りの状況が見えるポジションです。しないといけないと思うと無意識で関与してしまうんですよね。ルール関与しているのに負けるのは悔しいと思いますが、タイミングが悪い可能性も考慮してください。こういうことが続いていると勝率も自然と下がってしまいます。ではこういった時にルール関与を譲るとどうなるのかというと、公営の圧を押し付ける役割を発揮できるようになります。本来だったらデスして何もできない状況を攻撃に回せるというメリットにつなげれるんですよね。またルール関与していると狙われやすくなるので、後ろに回ればデスのリスクも自然と下がります。デスが少なくなるということはスペシャルの温存も可能になるわけです。これができてくるとスペシャルからの攻撃の起点が作れたり、防衛に厚みを持たせることが可能になります。ルール関与は譲ると言っていますが、ルール関与の仕方を変えるということが、適した言葉かもしれないですね。ルールに関わっているときはその周りしか見えませんが、後ろからカバーすることによって見えることもできることもあるので、一度味方を頼るのもありかと思います。もちろんカウントを稼げるときはしっかり関与することは忘れないようにしましょう。ということで、ルール関与は譲るに関しては以上となります。はい、ということで今回はここまでとなります。指を使って勝率を上げるための3つのコツはいかがでしたでしょうか。勝率を上げるにはまず何かしらの下がる要因を見つけることが大事だと思います。今回は自分の方法を紹介しましたが、指を使っていて改善をするときは大体この3つの精度を上げることを意識しています。もちろんこれで勝てるわけではないですが、見直しのポイントとして活用してもらえると嬉しいです。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。Thank you.